はい、というわけで、どうも、クズチャンネルの TT です。まあ、ただいま、勉強というものからね、解放されたわけですよ。でな、まあ、今回は、紹介したいものがあるんで、そちらの方を紹介していきます。今回紹介するのはこちら。はい。謎のプリン。多分モンブランです。で、この中の黒いのはあんこ、多分チョコレートかと思ったけどがモンブランっぽいんで、モンブランにチョコの組み合わせおかしいかなと思ったんで、まあ、多分あんこですね。まあ、なんで商品名を言わないかというと、実はないんですね、これ。まだ商品名前もだから、もうもらって親からもらったときは、パッケージも何もありませんでした。ただ値段が書いてありました。はい。まあ多分っていうか、まあ皆さんはこれ絶対食べてこられませんよ。試作品ですからね、これ。まだ商品化されてません。山崎でこんなの見たことありますか、これ。こんなもまだ売られてないと思いますよ。で、まあ、匂いはなんていうね、これ、ちょっとバニラっぽい匂いですね、これ。では食べていきましょう。じゃあいただきます。ああ、はいはいはい。じゃあこの黒い部分いただきます。あ、すごい、これこの黒い部分、この下の部分はあんこなったんですけど、今さっき食べた黒いやつは栗でした。栗、うまい。そしてこれすごいなんか濃厚ですね。うん、はあ、はいはいはい、はあ、まあ、これ予想通り栗プリンですね、これ。栗の多分で、この中のここがあんこ、ここは多分栗のベースのプリン、まああれですね。で、あと栗がポツポツと入ってるというわけですね、これ。はあ、あ、ありました。ちょっと待ってくださいよ。めっちゃでかいですね、これ。これ栗です。これ栗すごいですね、これ。丸ごと入ってますよ、これ。贅沢ですね、これは。うん、これ多分商品化されるんじゃないですかね、これ。美味しいです、これ。プリンで、まあ、ここまで美味しいとはね、久しぶりに思いましたよ、これ。いいですね。今回のね、紹介はこちら、モンブランプリン。すいません、勝手に名前つけちゃいましたけど、そんなようなプリンのね、紹介になりました。はい、今回の動画は以上です。